金平梅。あれは玉郎さん好きの蘭花さん、こんなところを見てしまうなんて。へえ、あの蘭花がね、飛んだところに出くわしたわね、秀菊。それで水密塔を落としてきたのね。申し訳ありません。仕方ない子ね。でもお前なら無理もないか。こういうことはこの家では日常茶飯事なんだから、少しは慣れなさい。はい。でもあの蘭花にも男がいたなんて、そんな素振り今までなかったのに。元気出しなさいよ、秀菊。うん。それにしてもあれは誰だったんだろう。見たことのない人だった。瑞希って山芋の茎でできてたわよね。干してみたけどこんな感じかしら。なんとかそれらしいものを作らないと。何してるの、節賀姉さん。金蓮。なにそれ、また何か作ってるの。嫌なやつに会っちゃったわ。まあね。私には山芋の茎に見えるんだけど。ええ、そうよ。とても需要があるの。私は忙しいのよ。用がないなら失礼するわ。節賀姉さん、さては瑞希を使ったわね。しかもあの様子じゃ自分で作ろうとしてるのね。せいぜい頑張ってほしいものだわ。ここなら誰にも見つからないわね。こんなだったかしら。今一つ違うような。もしやそれは瑞希ですか、奥方様。誰？失礼しました。私は新しく入った庭師でございます。奥方様のお作りのもの、それは東方の島国の瑞希という珍しい品とお見受けしましたが、少し形が違うようでございますな。そう。よろしければ私がお手伝いしましょうか。本当？助かるわ。まずここのところをこう持ちまして。こうね。この人の手。やっぱりいいわ、一人でやるから。向こうへお行き。はい、奥方様。なんだろう、今鳥肌が立った。どこ行ってたんだ、じいさん。第四夫人はがさつなだけの女と思っていたが、意外に勘の鋭いところもあるの。なんですって？旦那様は今夜も麻雀で帰ってこないですって？一体いつまで拗ねてるつもりなの？私に一人寝をさせたらどうなるか分かっているのかしら。水密塔が食べたいわ、持ってきて。え、今夜も？行ってきて、秀菊。また私？じゃあ奥様をなだめるの代わってくれる？早く行ってきて。あなたたちまで私を怒らせたいの？はあ、どうしよう。厨房に行ったのはいいけど。金蓮たらまたなの？そんなに都合よく水密塔があるわけないでしょ。どうしよう、また奥様に叱られる。こんばんは、またお会いしましたね。あなた様はどなたでしょう。けだものが。え？けだものがみんなを食らう。気をつけて。今度はあの部屋。あそこは玉郎さんの部屋。玉郎さんがどうか。キャー！奥様！奥様！どうしたの、秀菊。幽霊が出たんです。幽霊が。幽霊？けだものがみんなを喰らう。気をつけて。今度はあの部屋。けだものが来てみんなを喰らう。幽霊がお前にそう言ったのね、秀菊。はい。
お前は嘘を言う子じゃないから信じるけど、実はその幽霊に会うのは二度目なんです。最初は幽霊だと気づきませんでした。その時は幽霊が指さした茂みの中にランカさんが。ランカの相手は見たの？顔まではわかりません。でもとても体の大きな人でした。体の大きい獣のような好き者がいるのかしら。でも幽霊が教えてくれたと言っても誰も信じてくれないわね。せっかく幽霊が教えてくれたんだから、あなたたちは気をつけなさい。当分夜の間は外へは出さないわ。奥様は幽霊が怖くないんですか？幽霊が怖くて正門家にいられるものですか？生きている人間の方がよほど怖いわ。